かな。どっちかわからないけど、マユシーです。今日はオカリンがまだ来てないんだけど、時間が来ちゃったので、とりあえず始めてみたので。ね、クリスちゃん。まったく。岡部ってば1時間ほどで戻るって言って出てったくせに、もう6時間以上も戻ってこないとか、何考えてるのかしら。マユシ、メールは？まだ返事来てないのです。電話も繋がらないんですよね。そうみたい。戻ってきたら文句言ってやらなきゃ。まあまあ、くんにゃん。今日のことが心配なのはわかるけど、とにかく落ち着くにゃん。別に私は岡部のことが心配ってわけじゃ。そう？だけど、ずっとラボの中うろうろしたり、イライラしたり、どう見ても心配して落ち着かないって感じだったけど。だからそれは、心配してるんじゃなくて、怒ってるだけ。だいたいあいつってば、いつだって何だって自分勝手に進めて、このラボだってそうでしょ？いつの間にかみんな勝手に仲間みたいにされてて、円卓会議だのなんだのって言っては、人の都合もお構いなしに招集して。それなのに本人が連絡も入れずに遅れてくるなんて、どうかしてるとしか思えない。みんなだってそう思うでしょ？まあまあ、照れなくてもいいってば。だから、どうして私が照れなきゃならないのよ！どうしてって。だから、岡部凛太郎のことを好きだからでしょ？いきなり何を？違うの？違うに決まってるでしょ！あんな変なやつ、誰が好きになるって言うのよ！それじゃあ、変じゃなかったら好きになるかもしれないってことかにゃ？だから、そういうことじゃなくて！マユシーはオカリンのこと好きだよ。そりゃ、マユリは幼馴染だし。私もオカベリンタロウのことは好きだけどな。キリュウモイカは？別に。嫌いじゃない。セイリスとキョウマは、転生の旅に巡り合う運命のもとに生まれてきているのにゃ。ルカニャはどうかにゃ。僕ですか？僕は、そんな、だって、男だし。でも、もちろん、岡部さんのこと、嫌いだって言うんじゃなくて、むしろ、どっちかって言うと、くっそー。オカリンの人気に全俺が嫉妬。つうか何なのさこの展開。なんでこんな話になってるん？そうよ。第一、こんなのここでするような話でもないでしょ。マキセ氏の言う通りだ。ここはむしろみんながダル君大好きって言うべきところだろ、ジョコ。いや、それはない。さいですか。でも本当に、オカリンどうしちゃったんだろうね。そういえば、前にもこんなことあったような気がするんだよね。あの時は確か、デモンズ、エリックさん。それだよ。でもって、橋田イタルが岡部凛太郎のこと好きになったんだっけ？あまねし、ダメだお。その一件は D メールでみんな覚えてないことになってるんだから、つか思い出させんな。でもどうしよう。このままだと。あれ？誰か。ああ、オカリンだ。てるー。オカリン遅いよ。あんた今頃来て一体何時だと思ってるのよ。最初に一つ言わせてくれ。何よ、怖い顔して。言っとくけど、いつもみたいに勢いでごまかそうったってそうはいかない。すまなかった。え？みんなを待たせてしまって申し訳なく思ってる。本当にごめん。岡部さん、どうした？あるか。岡部さん、今僕のことなんて。ルカと呼んだが、行けなかったか。いえ、そういうわけではないんですが。ちょっと岡部、あんた何かあったの？グリス、お前にはいつも迷惑ばかりかけてしまうな。だが、それも世界を平和に導くためだ。許してほしい。オカリン、どうしちゃったの？なんか変だよ。変？マユリ、俺のどこが変だって言うんだ？全部？変なのはマユリの方だぞ。俺はいつもこんな感じだろう。なあ、ダル。どう考えても変だよ。どうしてこうなった？おいおい、ダルまで何を言うんだよ。岡部凛太郎、何か悪いものでも食べた？いや、
じゃあどこかに頭ぶつけたとか、ちょっと見せて。何するんだ、勘弁してくれよ。外傷はないみたい。ってことは何かのショックってわけでもないのか。なあ、そんなことよりせっかくこうやってみんなで集まってるんだ、いつもの会議を始めようじゃないか。会議って円卓会議かにゃ。円卓？この部屋に円卓なんてなかっただろう。おかしなこと言うな、フェイリスは。変なことじゃないよ。円卓会議は精霊会議と並ぶ世界三大会議の一つで、人類の未来を決めるとっても重要な会議なのにゃ。教魔だって前にそう言ってたにゃ。教魔？教魔って誰だ？いや、俺は教魔じゃなくて岡部凛太郎だよ。それになんだかよくわからないけど、俺たちのはそんな大層な会議じゃないってば。うにゃあ。お、ほら萌えかも。そんな隅っこの方にいないで、もっとこっちに来いよ。わかった。岡部、あんたまた D メール使ったでしょ。なるほど、 D メールで過去のオカリンに何か変化が起きたってことですね。わかります。いや、 D メールなんて使ってないけど。じゃあまた何か新しいガジェットちゃんを作ったとか。いや。え、 だとしたら、あ、もしかして機関の仕業。機関？何言ってんだ。え、機関ってなんだよ。クリスカと大丈夫か。だったら何が原因でそんな風になったんだ。いや、だからそんな風も何も、俺はいつもと変わらないってさっきからずっと言ってるじゃないか。変なのはみんなの方だ。そんな。そうだ、マユリ、おでん缶買ってきたぞ。あとバナナも。ほら、食べるか。嫌だよ。マユリ。マユシーはいつものオカリンがいいよ。いつもの。変なんだけど、変じゃないオカリンがいいよ。僕も、いつもの京馬さんがいいです。今の岡部凛太郎見てると、なんか背中がムズムズするんだよね。岡部くん。今日ま。自分一人だけイケメンに路線変更とかマジ勘弁。ねえクリスちゃん、クリスちゃんはどう思う？私は、なんかいつもの岡部じゃないと、調子狂うっていうか、こんなの岡部らしくないっていうか。だったら電話レンジちゃんを使ってなんとか元のオカリンに戻せないのかな。そうね。あ、でも原因がわからないから、いつにどんなメールを送ればいいのか。そんな。岡部ねえ、何が原因なの教えてよ。え？まんまと騙されたようだな、クリスティーナよ。え、岡部？ショードラボのドアを開けようとした際に女子の声が聞こえたのでな。そこまで言うならと、何の面白みもない一般人のふりをしてみたのだが、どうやらこの高音域王の魅力とカリスマ性を再確認することになったようだな。バンザーイ、いつものオカリンだ。やっぱりその方が岡部さんらしいです。今日は今日のままでいいんや。つうか、人騒がせにも程があるだろう。どうだ上州よ、これで少しは俺の素晴らしさがわかん。お前何をしているのだ。お前今すぐ D メール送って、あんたを普通の人にしてやる。何？よせ、やめろ。うるさい。やれやれ、そんじゃ私は店長に怒られるからこれで。私も。ルカ君、おでん缶食べる？ありがとう。じゃあお前たちもほのぼのしないで止めろ。これもシュタインズゲートの選択だ。エル・プサイ・コングル。